あ、3月10日今日第2弾なんですけど、今日は新月の日ってことで、18時から月光浴ね、青いグラスを置いて水入れて月光浴でムーンウォーターね、まあ寒いんですけどこうやってね、フードをかぶって襟巻きしていたんですけど、で月光浴をまあ1時間ぐらいしまして、その間にムーンウォーター飲んで、それから風呂、朝も入ってるんですけど夜もいつも入ってんですね。でいつもだと入浴剤ね、泡のシャワーだったんだけど、今日は清めの粗塩を入れましてね、で頭にものせてやったんですね、うん、でそしてはあの足つぼ半身浴とで、今日だけでドラム式洗濯機何回回してるかな、3回ぐらい回してるんですね、うん、でまあそういうことで、まあ今もこの時間になっちゃったんですけど、月光浴今日もしてましたしね、月光浴でムーンウォーターも飲みましたし、うん、でその後に、まあ、粗塩の入ったお風呂にね、ジャグリーで半身浴して、頭にいつもやるように頭に乗せてね、塩をまあ半端なく汗出ましたからね。でいつもあれなんです、もうちょっと先にシャワー浴びるんですけど、まあ、一番最初に清めたまえ、かなえたまえ、清めたまえ、かなえたまえ、清めたまえ、かなえたまえってね、こうやって腕をやっ、両腕やってから、まあ全身シャワー浴びて、それから、無手間が洗ってとかね、そういうことでやったんですね。で今日も十分買い物をしましたから、これで補給できましてね、いろいろだからこれで安心して秋分の日迎えれるなと思ってね、あと10日ですから。で明日はもう何にもしませんし、一日を楽しくしてますから、もう何にもしませんしね、明日やっていけないけど今日の日ですから、いろんな5つの今日が重なる日ですからダメなんですね。だから明日は何にもしませんし、おとなしくします、外も出ません、うん、で掃除もしません。だけどやっぱり一番疲れちゃったんですね、今日一日長かったですからね。まあでも良かったのが、天気が良かったのが良かったです。天気良かったのと暖かかったのがね、うん、だからまあ良かったなと思って、今日もね、土日よく切符使いました。あっちこっち来ましたからね、もう、うん、疲れちゃいましたよ、うん、だけどまあこれでまあ安心して秋分の日迎えれるなと思ってね、秋分の日以降にいいことが起きるってことも知ってますし、いろんな先生からも言われてますからね、春分の日以降に。てか今日でも歩いてってもタイミング良かったんですね。信号にも引っかからなかったし、全然引っかからなかったし、電車に乗り換えもすぐ来たから、もういい、いい方向に行ってるんですよ、タイミング的に。まあかなり前から、そういう風なんですね、うん、信号も引っかからないし、電車もすぐ来るとかね、うん、で電車でももちろん座りませんしね、立ってますしね、うん、だってトレーニングですもん、電車も空いて、前は電車ね、うん、だからそれで行きます、よろしくお願いします、盛り上がってみましょう、盛り上がって。